海上自衛隊の潜水艦が日米共同訓練を行ったらしいぜ。あら、日本とアメリカって仲が良いのねー。おまけに、敵役だった潜水艦を完全撃沈して、向かうところ敵なし状態なんだ。日本の潜水艦と海上自衛隊すごすぎん。おまけにおまけに、地上や海上からの対潜水艦能力強化で、世界ナンバーワンの座に返り咲こうとしているんだぜ。日本最強かよ。ということで今回は、海自潜水艦敵役を日米共同訓練で全滅？日本潜水艦以外は敵じゃない。地上や海上からの対潜水艦能力の強化で日本が世界一に？Cコク潜水艦とは圧倒的な差をお送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、種子島東方の海空域で行われた、海上自衛隊と米海軍による訓練で、日本がとんでもない戦果を発揮したんだ。ふむふむ。この対戦特別訓練では、海自が潜水艦敵役を全滅したと他サイトで話題になっていたくらいなんだぜ。全滅とか最強かよ。そこで今回は、海外の反応を含め、自衛隊の実力をまたまた解説したいと思うんだな。またまたお願いします。そもそも、日本人には、日本の軍事力が弱いと思っている方がたくさんいると思うんだ。実際、政治家たちでさえ懐疑的ですし。だが、日本は世界の五種に入る実力を持つ超大国なんだぜ。そんなに強いの？ああ。日本は海上自衛隊や航空自衛隊を中心に、最新の優れた装備を多く持っているからな。日本の装備の凄さにビビるわ。しかも、世界的にも高学歴で優秀な隊員が多く、教育制度もしっかりしているので、隊員の質も非常に高いことで有名なんだぜ。どっかのポンコツ国家とは違うわ。ちなみに日本は海上だけではなく航空機まで使用し、敵対する国の潜水艦を探しているんだ。ちなみに、ポンコツ警告は対戦レーダーが故障しているので見つけられません。そんなに警告をいじめちゃダメだぞ。では、どのようにして海上自衛隊は敵対する国の潜水艦を探しているのか？その辺を見ていくぜ。うっす。また、日本の高い対戦能力の秘密に関しても説明しちゃうぞ。わよはよ。そして、なぜ自衛隊は優れた装備を持つのか？その理由とは？もったいぶってねえで早くしろよ半切れ。おう。震え、それでは、日本の対潜水能力から見ていくぜ。お願いね。そもそも、日本の対潜水能力の秘密は何か知っているか？いきなり質問。まあ、多分、おそらく、私の考えでは、わかりません。もったいぶってわからないんかい。まあ、その秘密は、日本が世界に誇る航空機による探知方法だと言われているんだな。何それ？では、どのように探知しているのか説明していくぜ。まずは P3C から説明するぞ。なんなんそれ？これは哨戒機の名前なんだ。ああ、哨戒機の名前ね。しかも、哨戒機である P3C の頭文字 P はパトロールの P だが、パトロールだけではなく攻撃も可能なんだぜ。攻撃も可能とか兵器になっちゃうじゃない。その辺は内緒だ。まあ、海自の保有する P3C の主任務はパトロールなのは確かだぜ。うんうん。そして、日本の領海上を飛行し、広大な洋上を監視、日本領海に侵入しようとする国籍不明の潜水艦や不審船の探知、相手の脅威分析、機雷や爆弾を使った攻撃までを任務としているんだ。日本ってすげえなー。そのため、装備として透過式その部位による敵潜水艦探知のほか、空対艦ミサイルや魚雷、対戦爆弾まで持ち、必要とあらば速やかに敵潜水艦を攻撃し、撃沈する手段まで持っているんだぜ。これは世界中から称賛の嵐なのでは？まあ、今回紹介しているニュースの記事には2021年3月23日、海上自衛隊と米海軍は種子島東方の海空域で対戦特別訓練を実施したとあるわけだ。ほほう。つまり、Cコクの脅威に備え、日米の抑止力強化を目的としているわけなんだぜ。参加部隊はどうなってるのよ？その参加部隊は、海上自衛隊が潜水艦1隻、航空機1機、米海軍が航空機1機だったんだ。おお。主要訓練項目は対潜戦訓練であり、今回の訓練の内容は特に載っていないが、アメリカとの1998年のリムパック演習においては、林を1隻でアメリカ艦隊を全滅させ、アメリカは海上自衛隊に世界で一緒にやれるのは君たちだけと言わせたらしいんだな。じゃあ今回もおそらく、ああ、アメリカと唯一連携して訓練ができるから、日本が選ばれたのかもしれないぜ。日本すげえ。また、Cコクも海上自衛隊を意識し、爆音の潜水艦環球原子力潜水艦を改良し、93A 型を建造しているんだが、また海上自衛隊に探知されてしまったようなんだ。この国いっつも探知されてんな。
そんな、質の海上自衛隊と数の C 国海軍についての海外の反応を見ていくぜ。お願いね。C 国海軍の兵器の質は想像以上に低いぞ。すべてではないけど、日本の海上自衛隊の方が質ははるかに高い。C 国派数を増やして軍事力が高いけど、テクノロジーでは圧倒的に日本が優位だね。C 国はアメリカに追いつこうとしているけど大変だろうな。日本は怒らせてはいけない国だよ。といった感じで、みんな日本を怒らせてはいけないという感じで、日本の凄さに感服しているようなんだ。図が高い。それに、C 国メディアは海上自衛隊をどう見ているのかというと、2021年3月の C 国の記事では、海上自衛隊はアジア最強とも称されていると紹介しているんだな。C 国は日本の海上戦力に興味津々ね。ああ、その実力を知ると警戒心を持たざるを得ないとのことなんだが、果たして C 国に何ができるやら。皆さんはどう思いますか？さて、まだまだある海上自衛隊の装備の凄さを説明していきたいんだが、それが、シコルスキー HSS-2B シーキングなんだ。ふむふむ。このシコルスキー HSS-2B シーキングは、海上自衛隊の対戦ヘリコプターなんだぜ。ヘコリプター？搭載されている対戦探知機器は、ソナー、レーダー、磁気探知装置、その部位などを装備し、旧式ながら高い対戦能力を持ち、敵潜水艦発見に力を発揮するだな。おお、すご。お次は SH-60K だぜ。SK-2? 化粧品かしら？ SH-60K は日本が改良したヘリで、元となった SH-60J より機内空間が広く、エンジンを新たに換装し、ローターも高性能ローターへと変えている機体なんだ。さっきからちょいちょい無視されてる気がするんですけど？すまんすまん、実につまらないボケだったんでな。実にひどいんですがそれは。話を戻すが、他にも着艦誘導支援装置や戦術情報処理表示装置を追加装備し、武装も、対戦魚雷以外にも対艦ミサイルや対戦爆弾の搭載も可能なんだぜ。これは、探知能力とともに攻撃能力も格段に爆上げ中ね。最後は最強の哨戒機 P1 だ。出ました。P1 は海上自衛隊が運用する固定翼哨戒機で、ターボファンエンジン4発の中型機であり、海上自衛隊が P3C の後継機として運用されているんだな。最強ですもの。そんな P3C の後継機として開発されたために P3C より速度も速く、航続距離も長く。最新機器により対潜水艦探知能力も P3C と比較するとはるかに優れているんだぜ。完全上位互換。おまけに、航続距離約8000キロ、時速1000キロを誇り、この能力の向上により探知能力や活動範囲も大幅に向上しているんだ。すげえ、こんなにパワーアップする余地あったのかよ。さらに武装として、機体外部のハードポイント8カ所と胴体部の爆弾クラニレーダー誘導型空対艦ミサイル AGM-84、通称ハープーンを装備しているんだぜ。これは最強ですわ。それだけじゃなく、国産の91式空対艦誘導弾を搭載できる能力もあるから、潜水艦だけではなく艦艇にとっても脅威となるんだ。習近平ちゃん首を洗って待ってなさい。また、民間航空機のようにオートパイロット装置まであり、パイロットの負担軽減を図っている素晴らしい航空機なんだぜ。こんなに素晴らしい航空機があるなんて、日本って凄すぎる。凄すぎるよな、日本は世界最強の称号を受けるだけあるぜ。でも、なぜ自衛隊は優れた装備を持っているのかしら？日本がこのように優れた装備を持つのはなぜかというと、そこには明確な理由があるんだ。なになに？それは、日本は海上自衛隊発足以来、対戦問題を重視してきたからなんだぜ。対戦？ああ。その最大の理由は、日本が第二次世界大戦で多くの艦船を米軍の潜水艦によって撃沈された経験や、米国の潜水艦により日本本土から東南アジア各地や C 国などからの物資供給路を徹底的に封鎖されたことが起因しているんだ。なるほど。その際に、石油やゴム、鉄などの戦争に必要な物資が不足し、日本の工業生産能力が著しく低下し、戦争に影響を及ぼしたんだぜ。それでもあんなに検討したのがすごいけどね。また、海上封鎖により戦地への補給も困難になり、戦地に必要な物資が届かずに各地で食料不足に悩まされた苦い経験があるんだ。ふむふむ。こういった苦い経験などがあるからこそ潜水艦を重視しており、毎年のように新しい潜水艦を建造し、世界初のリチウムイオン電池搭載の潜水艦OUまで運用しているんだぜ。日本ってある意味怖い。上記のことから C 国と日本の対戦能力には大きな差があり、日本が圧倒的に有利で、現在もその差は縮まっていないと言われているんだな。習近平雑魚。また、潜水艦の能力も日本が圧倒的に有利なために、勝負にすらならないとする国内外の意見も多くあり、
C 国メディアもその実力差を認めているんだ。雑魚、雑魚。それに、日本の誇る潜水艦により、有事の際には敵国のシーレーンを破壊することまで可能と言われるレベルだから、C 国にはなすすべないんだぜ。雑魚、雑魚、雑魚け国交。さて、そんな日本の努力により、C 国に対して現在も圧力を与えることができているわけだ。うんうん。しかも、米国海軍から実力を認められている海上自衛隊の潜水艦部隊は超一流で、合同演習においては米国空母を仕留めて米海軍の度肝を抜き続けているんだな。これは強い確信。この実力をさらに高めるために、新たな最新空母を配置できれば頼もしい限りだぜ。今すぐ防衛費増大。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。